とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエスト、いい場所が出てるよ。ここだね。ラストステージ。ダウンロードコンテンツ、今回一番最後に出たやつのラストだね。ボスがいるんだけども、デイリーさんで旗全部取ってのボスって相当やばいよね。行ってみましょうか。ちなみに防具が報酬です。まあ、この報酬で出るのが256とかそこぐらいまでしか出ないんだよな。で、敵を倒して入手できるもう一個のやつが、2623が出るんで、狙っていこう。変更点が魂5倍。チキンジョッキーに代わってトゲを持ってる。まあ。いざとなったらば、カバンビルドで行くんだよね。影かカバンで、いざとなっていけばいいか。行きます！では、行きましょう。矢をまず増やさなきゃいけないね。コメントでね、もらって、覚えたんだよな。このサプライズギフトで、まず矢を作って、で、それで増やして、スタートしたがいいよっていうことで。あ、出た。オッケー。で、これで、元の装備に戻して、元の装備じゃなくていいか。まあいいや。で、これで、増やすんだよね。いや、コメントくれた方ありがとうございます。これでだいぶね、序盤楽にいけるようになるね。はい。いや、いっぱい出ちゃって。氷でワンパンなの？これちょっとやり直したが良くない？やり直してきました。ここそもそもが、カバンビルドとの相性が悪すぎる。めちゃくちゃ落ちるもん。なんで、影カバンに切り替えたがいいかな。まあ、とりあえずもうちょっと進んでみて、様子見ましょう。全然いない。やばいね。キャプテン全くいない。これもしかしていない？このステージ。いや、まだあるか。まだあるから、チャンスはあるかもしれないけど。いる？どこにいるんだ？横道にはでも全部確実に入っていってるんだけど。いない。まあもう少し探しながら行ってみます。敵自体はね、もう全然余裕。カバンで全然余裕に倒していけるんだけど。いないんだよな、やっぱり。おい！あぶね。敵がどんなエンチャントをつけとっても、まあ大丈夫かな。帯電がね、来た時はちょっとビッてくるんだけど、まあ大丈夫。いないよね。これもうボスじゃん。この先ボスだよね。やっぱりいなかったわ。ここいないのかな。なんか前回俺来た時も、キャプテンいなかった気するんだよな。もしかするとここキャプテンが出てこないデイリーなのかもしれない。出てきて旗取っちゃうと、まあクリアが無理とかそういう感じなのかな。確かに普通じゃ無理だろうな。普通じゃ。 OK、 じゃあ行きましょう。もうこのままボスだね。ボスだ。行きまーす。おお、多分カバンでいけば余裕かな。強いんだよな、こいつ。こいつマジで強いんだよな。あ、
でもカバンだったらマジ全然減らせる、余裕で減らせるわ。スポーツストライカーはもうまあこれぐらいは減らせてたんだけども、ちょっと待て、やばい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 、おっしゃ、あぶねえ、吸われるとこだった。で変更点で魂5倍だからもう回復には事欠かない、全然余裕。しゃ、いけるいける、これは余裕だぞ。あっちまで全然カバンの範囲だからダメージがかなり入れることができる。しゃあ、固まった。いやー、いっぱい出てくるね。あ、これボス倒したらレベル上がるわ。ボス倒してレベル上がりそうです。 OK、 いくぞ。 OK、 はい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 、雷いっぱい出ろ。いや余裕余裕、むちゃくちゃ余裕で倒せる。よし、ではクリアしましょうかね。クリア報酬だけか。なぜここに出てこないかちょっとね嫌なんだけど、まあ仕方ないしね。クリアして、防具だったっけ。どうだ、7、不安定なローブ255。どうなんだこれ、見てみましょう。まあ、途中でね250の不安定なローブも出てるんだけど、まあいらないよね。さあこっちはどうだ、微妙じゃない。微妙だね、いらないやつだな。幸運はついてるんだけど、やめときましょう、いらない。はい、ということで、今日デイリーさんクリアしたんですけども、ちょっとねキャプテンが出てこなかった。あそこはもしかしたら出ないのかもしらん、出にくいのかもしらん。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。